ヨーグラスです。本日も龍がごとく配信始めていきますよ。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、名を消した男の続きを本日も始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日向かうところは、はいはい、このね、黄色のとこなんですけど、ここに向かっていきますんで、よろしくお願いいたします。さて、行きましょう。なんかね、この風景一回見たことあるけどね。まあ、歩いて行ってもいいかな。ったくなんだよ、あの店。どう考えてもぼったくりだろうが。あ、怒りチンピラです。はい。金欠チンピラ。おかげで財布がすっからかんだわ。怒りのチンピラ。あー、イライラすんな。誰でもいいから殴りたい気分だ。金欠チンピラ、その辺にいるやつ捕まえてストレス発散しまう。ついでに財布をパクって別の店行こうぜ。そいつは名案だ。どこにもいるな、あの連中は。あ、キリさんやってます。まあ、近づかなければ面倒なことなので、あえて清流館の事務所に行くか。 OK、 行きましょう。相手も絡まれる。絡まれたら、終わり？しばらく寝てろ。なんかあと。おお、登れた。すごい。銀のさ、お寿司屋さんじゃないんだけどね。九州に銀の皿っていうね、あの配達店があるんです。僕の。どうでもいいですね、ごめんなさい。視界がおかしいことなんですよ。視界がおかしいこと、はい。あ、写真なんか撮っちゃって、写真なんか撮っちゃって、いらないか、すごい。はい、なし、はい、なしなしなし。スピアとかいらないから、タとかいらないから、猫とか。何、どうなってんの、これ。バグった、バグってね、もういいから、バグってる、これ。バグっちゃってる。もういいから、いいから、解除しよう。はい、解除しました。ちょっと遊びすぎました。気を取り直した。写真も撮れるんだね。おっと、ん、この店は質屋みたいだ。少し中を覗いてみるか。回復薬に防具持ってるな。必要なものがあればここで買い揃えておこう。なるほど。さて、話します。おー、いらっしゃい。買いに来た。あー、どれにしようかな。これにします。お金持ってそうなんだよ、僕。タフライト、タフライト、よし、1個使っとこう。日本酒以外の。あ、こうやって分かれてんだ。まあ、いいや。ありがとうよ。これってさ、能力強化あったよね。あ、できるわ、1万5000で。ちょっと待って。攻撃力アップ、さらに攻撃力アップ。こっちはもうできません。所持金が足りません。よし、チンピラをボコってポンチョウ。よいしょ。はい、チンピラさん、何見てんだ。はい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 は
シャイアシャイアシャイアおいおっとおい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 お前もお前はこほらお前はお前はほら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 やっぱ攻撃力がね違うねよいしょよいしょよいしょオッケーたたく時間食っちまうなんで攻撃力が金で上がるのか分かんないけどいいんじゃいいんじゃいいねいいね行こう行こう行こうおっとそれもほらハングレイ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 やろうぜ喧嘩何見てんだおいどうしようどうしようどうしようやっぱね、キリュウさんになっちゃうとね、こうなっちゃいますよね。ご席かけ席しております。なんだよ。すぐ倒れるんだよね。うわさ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 。サッカーボールがまあまあなんとかしてよ。うん、うん、どうやらあの少年のボールが木に引っかかってしまったようだな。あれじゃ取るのは無理ね。残念だけど諦めましょう。うん、やだやだ、あれは大事なボールなの。ボールがなきゃ帰れないから。困ったわ。うん、僕の大事なサッカーボール。あれぐらいならワイヤー使えばってやりそうだな。はい、取りましょう。バスを避けた。あ、じゃあ四角を避けた。秒殺です。はい、外しましょう。おい、これお前だろう。僕のボールだ。
さんすごい。どうやって撮ったの？気にするな。大したことはしてない。ありがとう。そうなの？でもおじさんありがとう。ああ、なんかお困らせるんじゃないぞ。うん、うん。うん、それじゃあおじさん。本当、ありがとうございました。ドヘタ芝居。さあ、いや、すいません。ドヘタ芝居をお送りしました。向かいましょう。回復した方がいいか。スタミナライト。あ、もうこんなもんでいいか。何見てる？あ、え？あははは。え、そうなの？いや。お、頑張るぞ。だって町の通気だってさ。1万円持ってた。何だしたの。オッケー、決まったね。しばらく寝てろ。そうですね、寝ててください。じゃなかった、この曲は。とことん方向音この台風が清流圏に行くんでしょうか。あらごとになるかもしれない。往復準備していくか。いや、大丈夫です。行きますか。全部お読みだな、俺。なんだお前。どうも、お出かけで兄貴。また例のソープっすか。うるせえよ、仕事で行くんだ。人聞きが悪い。すんません。まあいい、お前も連れてってやる。空振り覚悟だ。なんだ。おお、こら！てめえ人様ん家を覗き見か！あんたらは。とぼけんな！とっくに分かってんだろ。清流会のもんだ！落ち着けよ。俺はここで一服してただけだ。誤解させたんなら謝る。ええ、極道に囲まれてそんな不正すらしてなきゃそれで通ったかもな。分かった、もう消える。それで勘弁してくれ。そうはいかねえ。どういうつもりで覗いてたか洗いざらい吐いてき。遠慮すんな。うちの事務所の中に入れてやろうってんだからよ。こんな遠くから見てたって何も分かりゃしねえぞ。ところでお前、大道寺の人間なんだって。何？やっと驚いたみてえだな。どういうことだ。さっき匿名でメールが送られてきてな。それがこの写真でよ。ご丁寧にお前が大道寺の人間だってメッセージ入れてな。俺らを覗いてるつもりが他の誰かさんに見張られてたんだよ。お前はざまあね。大道寺の人間ってなんだ。
そんなのがうちに何のようだ。その写真を送ってきたやつに心当たりは？他に何て言ってた？いや何も。ただそいつの言う通り、お前がこの場所でうちをデバガメしてやがったのは確かだ。おら！おら！てめえ！その写真の送り主には興味がある。だが、お前らに用はねえ。ここは黙って行かせてくれ。バカが！寝言はねえって言え！はい、行くぞ！さあ、いや！はい、もう撃ってなかったけどね。てめえ何してやがる。悪いな、オロチクってやつが誰か知りてんな。ふざけんな。そういや一応聞いとく。お前ら昨夜不当を襲わなかったか？ああ、何の話だ。だよな、そんなこったろうと思った。この写真の送り主、メールしてきたのは今日が初めてか？てめえに答える義理があるかよ。確かにねえな。もう俺のことは忘れろ。俺も忘れる。覗きを袋にするつもりが返り討ちにされたなんて誰にも知られたくねえだろ。清流会の看板に傷がつく。どの道もう二度と会うことはない。騒がせて悪かったな。おい待てやてめえ、このままで済むと思ったのか。おい、なるほど。では清流会と不当の襲撃は無関係だと。多分な。そっちだって最初からそう思ってたろ。それより花は、誰かが俺を覗いてたことの方が問題だ。そいつは俺が大道寺の人間ってのも知ってる。ええ、匿名メールの差出人ですね。タイミング的に不当の襲撃犯と同じ一味でしょう。つまりそいつがミスター X 本人、もしくはその仲間です。さらに言えば、今この瞬間もあなたは彼らに監視されているのでは？ああ、実は背中に視線を感じてる。ずっとつけられてたようだ。尾行は負けそうですか？やれないことはねえ。だがせっかくの手がかりだ。もっとうまい使い方があるんじゃねえか？と言いますと？人気のないとこに誘い込んで逆に捕まえる。そいつらを絞り上げてミスター X の情報を聞き出せばいい。つけてきてんのはせいぜい二人ってとこだ。なるほど、確かにあなたならわけないですね。わかりました、私もそちらに向かっています。一応お気をつけてと言っておきますよ。
俺に用があるんじゃねえのか。あれ、あれあれ、あれあれあれ、思ったより多かったな。ですね。あ、時もやった。怪我さす気はないんや。おとなしゅうついてきてくれませんか。俺らはもうあんたの正体を知っております。やっぱり死んだっちゅうのは嘘やったんですな。ギリアさん、誰かと人違いしてる。何の話か分かんねえよ。だがお前らが何者かは改めさせてもらう。そりゃ随分虫がええんちゃいます。お前は顔を隠さなくていいのか。他の奴はみんな隠してるぞ。俺はあんたの敵ちゃいますわ。せやけど場所変えて話せませんか。ここにはすぐ大道寺の人間も来るんやろ。さあな。やっぱりお前の話は何のことだか分かんねえ。そういうことやったらまあ腕ずくで化けの皮剥がしたろ。お前らええな。相手は堂島の竜や。殺す気でかからんとやられんで。気張っていけ。シェイ、えおらやっとお顔を拝ませていただけましたな、キリュウさん。面白い。真打ち登場ってわけか。誰なんだお前らは。今からでも遅ない。あんたがおとなしゅうするんやったら全部話したる。そいつは聞けねえ相談だ。じゃあな。それでこそ堂島の竜や。覚悟はいいか。
相手に刺す技がねあるのね。で R と×を入力し、R とですね OK で、瞬間丸か OK うわっ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 うわ誰だ？お前は。俺ら大阪から来ました。八代目近江連合や桐生一馬やのうても近江くらい知っとるわな。近江のもんが横浜で何してる？決まってるでしょうが、あんたを探しに来たんです。大阪にはまだまだ桐生一馬の死なんぞ新人もんがおるっちゅうことですわ。昨夜不当で襲ってきた目的は？もしほんまに桐生一馬が生きとったなら、誰かが大体的にその死を偽装したはずや。警察や役所にも顔の利く権力の持ち主がな。で、あんたの死んだ広島でそんな真似ができる連中といえば、真っ先に浮かぶんが大道実派や。そん中であんたとつながってそうな管理者を捕まえたかったんです。あんたが生きているかどうか、もし生きとったらどこにおるんか聞き出すために。花輪のことか？ええ、まずはよそのテロリストのふりしてアメリカ産に金塊の密輸を持ちかけました。多少は怪しまれたでしょうが、気前を手数料弾みましたんでね。そして CIA は俺の読み通り、日本での金塊輸送を大道寺に丸投げした。そこまでやって初めて俺らは大道寺の実動部隊を引きずり出せたんです。どうやらミスター X はこう言っちゃったんですよ。初めから CIA が大道寺に頼るのを見越してたってわけか？そうです。けど昨夜の埠頭にあんた本人がいるのを見つけた。ならもう管理者なんてに用はない。直接あんたに接触したらええ。その用済みの管理者がお迎えに来てくれたぜ。さすがですね、上流。自分をつけてきた連中を一網打尽とは。ただ確かあなたは相手を二人程度と見積もっていたはずです。結果オーライってことでいいだろう。まださらにお仲間がやってこないとも限りません。すぐに場所を変えた方がいいでしょう。そちらお名前は？名前はまだだ。近江連合のもんだってどこまでは聞いた？では続きは車の中で聞きますよ。時間はたっぷりありますから。なるほどね。なるほど。では近江連合は桐生一馬を探そうとして昨夜の襲撃を？ああ、ただの人違いだってのにずっと俺を桐生と呼んでる。なんぼとぼけだって無駄やで。俺は命じられた仕事を完了させるだけや。興味深いですね。あなたがそれを誰に頼まれたか全部聞くまで返しませんよ。俺の尋問はあんた一人か、花輪さん。それが何か？要するに今桐生さんに張り付いとるはあんた一人きりせやな。どういう意味だ？お前は何を？
やばい、俺見てたぞ。今バンがわざとあの車に体当たりしてったんだよ。一緒に来てください、ケリアさん。俺らはあんたに力を貸してもらいたいんや。俺はキリュウって男じゃねえ。だが、売られた喧嘩は買わせてもらう。なるほど。大道寺一派に首ははめられとるわけや。せやったら、それは俺らの方で外して差し上げます。何？シシド、やったれ。今ここにおる大道寺はそいつ一人だけや。やめろ。殺しに何の躊躇もなしか。どういうつもりだ。そういうあんた、大道寺の犬になり果てたんか。何が伝説の竜や。笑わすな。花は離れてろ。みんなあんたが邪魔らしい。そのようで。シシド、どすはあかんで。キリュウさん殺してどないすんねん。ほな、半殺しでやめときます。好きにございと。やばい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 、行くぜ。あんたの力見せてくれ。パン屋の男。おっと待ってくれ。待て、から小綺麗な喧嘩やな。キリュウさんよ、格闘技の試合ちゃうんやぞ。俺に勝ちたいんやったら殺さな終わらんで。弾の取り合いにルールなんぞありゃせんのや。暑苦しい野郎だ。ならお前と同じ戦い方で力でねじ伏せてやるさ。試したらどないや。そうや、あんたはそっちのが本性出とるけど、見かけ倒しちゃうやろうな。試してみたらどうだ、若造。よっしゃ、第2ラウンドや。はい、お願いします。楽しませてくれ。マニアの男。堂島の竜は2つの名とともに裏社会で語り継がれた桐生一馬による数々の喧嘩伝説。あらゆる強敵をなぎ倒し、蹴り飛ばし、その場の環境も武器として使いこなし、全力で圧倒する喧嘩殺法は、大道寺一派での、制圧の日々においても、
その力を増し、完成の域に近づき合った。気流が背負う、入れ墨の名を発し、名を、なんていうの、刺した水のバトルスタイル。よくわからんの。バトルスタイルって言うの、はい。はい、バトルスタイル。ね。の、多い。これバトルスタイル。立ってやり合おうや。拾えよ、構わねえぞ。殺し合いにルールはねえんだろ。老いぼれが俺に勝ったつもりでおるんか。もうええ時間切れや。ゲリオさん、もう抵抗戦と一緒に来てください。花輪さんが死にます。あのよかったら私から話しても。おう、上流、私の言うことをよく聞いてください。あなたにとって一番大事なものは何か、一番守りたい相手は誰か、そのことを考えれば今何をすべきかすぐに分かります。つまり私のことなど構わなくていいんです。私もプロだ。こんな状況になったのは私です。くそ、ジジだ。どうせ持って何する気やった。目的忘れんな。車乗れ。せやけど頭、この人たちはアモを見とったな。お前も俺もや。はよ乗れ。
足のつかん飛ばしのスマホです。後でまた連絡します。初めからやり直させてください。いや無理だろ。せやけど余計な真似したら花輪さんはもう生きては帰れない。花輪、横浜の海に沈んでおります。どういうつもりだ。俺はあんたとゆっくり話がしたいんです。そのために時間も金もかけた。詳しくはまた後で。ここにもそろそろ札が来る頃や。名前くらい名乗っていけ。八代目近江連合直参、渡瀬組の鶴野と言います。渡瀬組だと。うちの親父はあんたも知っての通り、渡瀬勝、近江連合本家の若頭、つまりは実質極道の頂点に立つお人です。あんたに力を借りたいっちゅうも親父の意志や。騒がせて悪かった。すぐに出ていく。誰か血だけ吹かせてくんねえか。そういうことでしたらこちらへ。まあ逆らえないよ。すまねえ。あの車どうすんの。あのまんまだ。助かった。世話になったな。いや俺らは別に。それにしてもすげえ喧嘩でしたね。あんたも相手の男もえらい迫力でしたよ。俺たちはもうビビっちゃってなあ。ここはホームレスのたまり場なんです。地域の花つまみですよ。住み着いてんのはみんなここへ来るまでにいろいろあった連中で、例えばほらあそこのテントの主は最近まで看護師でした。何日か前なんて銃で撃たれた男を見てやってましたよ。銃で撃たれた違いますって。タグこいつすぐに話盛るんだから。いや持ってねえって。いたじゃねえかよ、頭もじゃもじゃの筋もんが。今もあのテントの中で寝てんだろ。大きな声出すなよ。ちょっと見てくださいあれ。あんたはもういた方が良さそうですよ。俺らは警察に何も言いやしません。面倒には関わりたくないんですから。分かった、ありがとうな。通野から電話かかってくるの待つか。今他にどうしようもねえ。はい、というところで今日はこの辺にしましょうかね。はい、ご視聴ありがとうございます。はい、ということでクリューさんが警察から逃げるという次のメインストーリーなところで、また次回もやっていきたいと思います。はい、では、この動画面白かったらアジストラッシュのいいねボタンよろしくお願いいたします。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、またね、龍が如くのシリーズやっていきますので、ナオケスタートですね。はい、でセブンのねちょっとね背景にちょっと多分リンクしてると思いますね。リモートボードになりますのでよろしくお願いいたします。はい、ではご視聴ありがとうございました。はい、また次回やっていきます。失礼いたします。